ちゃくちゃいい匂い。めちゃくちゃ美味しい。どうもみちいちです。今日はハマグリを買ってきたのでクラムチャウダーを作ります。そして美味しいハンバーグをお取り寄せしたので、ハンバーガーを作っていきたいと思います。はい、それでは材料です。ハマグリ 350g、 ベーコン4枚、玉ねぎ1/2、じゃがいも1個、人参1/3、あとコンソメ1個、バター 30g、 小麦粉大さじ2杯、パセリ、牛乳 200ml で、それと水 500ml を使う予定でいます。ハマグリからむっちゃいい出汁出るんよ。はい、それではハマグリを洗っていきます。前回の動画でも説明しましたけど、ハマグリは体の構造上砂を持っていません。とりあえず殻と殻を汚れを取るためにこすっていきます。こうやってやるだけで結構汚い汁が出るでしょ。よく出ますね。ね、まあ、もう一回ぐらい。ハマグリは素晴らしなくていいから楽よ。はい、まず最初にハマグリを酒蒸しします。フライパンを用意してハマグリを入れます。そこへ先ほど言うの忘れましたけど、お酒使います。別に鬼殺しじゃなくていいよ。何でもいいよ。で、ここへ、まあ、大さじ3杯ぐらいです。大さじ3杯入れてハマグリの口が開くまで蒸します。で、蓋をしますよ。最初は強火でやりますけど、ちょっともうお酒が沸騰しましたらちょっと弱めてください。中火ぐらいで、はい、はい、殻が開いたので火を止めます。で、殻から身を外したいんだけど熱いからちょっとこのまま放置するよ、はい、パン君。はい、はい、それでは別鍋でクラムチャウダー作っていきます。じゃあ最初にバター入れていきます。で、ここに玉ねぎ、ベーコン、人参、じゃがいも、これを炒めていきます。だいたい玉ねぎとじゃがいもは1センチ角で、人参は結構火の通りが悪いので私は 0.5 センチ角一応私なりにこだわって切った。火を弱めて、すごいいい匂いね。はい、じゃあここへね、小麦粉を入れていきます。しっかりバターとなじませてください。ここに牛乳を入れていきます。しっかり混ぜ合わせて、これで一旦蓋をして煮ます。で、その間にハマグリを殻と身に分けます。ハマグリはもう火が通ってるので、もう一番最後に入れようと思います。じゃないとなんか硬くなっちゃいそうな。このハマグリのエキスは捨てずに使うので、ちょっとこれアクが浮いてるんでちょっとこしていきます。このエキスとお水を合わせて 500ml になるようにします。パン君、ここが500ってわかる？間違えた、500じゃないな、300だ。あ、そうなんですね。300、これ300ないじゃないですか。300の通りないわ。じゃあこれで測る、いくよ。間違えた、500じゃないよ、300。1カップと半分だから300ね。このエキスを測ると100だ、100ね。で、あと200、これが100で、これ200ね、200ですね。はい、で、これで300で、これをここに入れていきます。で、コンソメを入れてまた混ぜて、
具が柔らかくなるまで煮てください。はい、ちょっと味見してみます。ちょっと薄いので塩コショウして味を整えます。うん、美味しくなった。味塩入れた。マジで？それね、塩分取りすぎよ、うん、はい、具が煮えたのでハマグリを入れていきます。はい、クラムチャウダーの完成。じゃあハンバーガーの材料を説明します。これがお取り寄せした牛肉やベコクラブさんのチーズインハンバーグで、あとパン、これはイングリッシュマフィン、そしてサラダ菜とかレタスとかトマト、玉ねぎを今水につけて辛みを取ってます。挟む具材はお好みでどうぞ。パン君これめちゃくちゃうまいよ。そうですか。もう、ね、チーズが濃厚でね、まあ、あとわかるけどね、めっちゃ美味しいんだけど、そうトロッと出るやつ最高よ。はい、ハンバーグの焼き方は袋の裏に書いてありますので、これに従って作ってみてください。ひっくり返します。美味しそう。めちゃくちゃいい匂い。ビールやね。一応か。はい、焼けました。美味しいの作るからね。美味しそう。美味しそうっすね。すごくないこの見た目。はい、ハンバーガーの完成。はい、完成したので食べていきたいと思います。チーズがとろけとる。チーズとろとろとろ。美味しそう。ねえ、美味しそうね。絶対美味しいよ。そんな間近はやめてや。いただきます。濃厚でむちゃうま。むちゃくちゃ美味しい。これ楽天とかヤフーでね、お取り寄せできるんですよ。また説明欄に URL 貼っときますので、ぜひ皆さんお取り寄せしてみてください。ハマグリのクラムチャウダーです。いただきます。うん、うん、最高。簡単ですよね。うん、簡単。ちょっと煮込むのに時間がかかるけど、でも簡単に作れるんで。うまそうですね。皆さんもぜひ作ってみてください。それではゆっくり食べていこうと思いますので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。もしよかったなと思ってもらえたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。